香港チャンネル。質問が来ております、はい。次の衆院選に、はい、立憲民主党の愛媛第4区から出る、はい、候補者のツイートが、はい、なんか不適切、女性に対する不適切な表現が、はい、発覚して、はい、批判が出て立候補を取りやめるという記事があるんですが、これについてどう思いますかと。はいはい、内容どんなんですか。さて JK を仕官しに行くか、はいはい、幼女誘拐の才能がある、はい、幼女の心を巧みに掴んでいるから通報すらされない、はあ、みたいなね。ちょっとなるほど。 JK では女子高生ですね。それいつのツイートなんですか。これはですね、過去なので、はい、2011年のツイート。11年。はい。その時、あれ、アカウント、立憲民主党の何々って書いてるやろ。書いてます。うん、アット立憲民主党。俺、それ見た時、驚愕やった。びっくりして。マジって。はい。ほんならな、これ、俺らマジって思うやん。はい。ほんなら、こんなんって絶対言い訳するやろな。はい、身内で遊んでて、そういう風な、はいはいはい。いやいや、それやったら、疑わしいからそんなん書けへんやん。はいはい。これマジやろ。これ、公認マークもちゃんとついてて。はい。じゃあから、びっくりこいて、はいはい、ほんで、もう一人おったと思うね。あ、それはですね、岡山の方ですかね。あ、そう。岡山の今年も。現役？いや、現役じゃないんですけども、今年またその岡山の一区から出馬すると、はい、立憲で。うん、はい。理系の議員で、はい、でそれはあれですか、なんか内容を、この方もですね、ちょっと過去にですね、はいはい、そういう性的なツイートをしてたということで、ああ、ちょっと読むのもあれなんですが、ああ読んでや、貼り付けたねもう本当にね、ショートパンツの女の子みたいなら夏場のサッカー観戦がいい。うわ、それもあれでしょ、なんか あっと岡山参議院議員っていうちょっと、はい、つけてますね、あれは。そうでしょ、はい、ほんで他なんか、はい、他これはですね、はい、成功中に、うん、相手の同意を得て紐で首絞めるプレイで誤って相手が死ぬと過失致死罪に問われるけど、うん、同様に成功中に同意を得て手で首絞めてて誤って死んでしまっても違法性はないよ、関係しそうな人はご注意を、そんな刑法。はあ、何をおっしゃってるのか分からへんねんけどもこの方、いやこういうことをなぜ、看板上げて言うのかなとか思うのよね。のね、看板上げて、だから看板上げんでも言うたらあかんことやし、はい、でこういうことの取り締まりっちゅうか、こういうコンプライアンス的なことは、うん、立憲さんは緩いの党としてそういうね、なんか。ほんで、その前にもあったやん、50歳のおっさんが、若い子と、な、はい、どうのこうのなっても、仮面やないから合意を得てたら。はい、14歳となんかね、成功してもみたいな。だから、未成年は保護者への同意を求めるやん。はい、その、女の子に判断がないからやん。な、未成年に。はい、まあそうですね。で、親に同意を求めてこいや、それやったら。はい、だからこういうのがまかり通って、うん、また立候補したりとか、はい、この、岡山の方は、はい、愛媛の方はもう取り上げました、はい、でこの方はどないなのかね、ほんでこれがね、はい、メディアで取り上げへんやん。そうですね、芸人の不倫とかな、はい、こんなん、ほんでオリンピックの過去の発言とかは、はい、言い張ったけど、そうですね、こんなん過去の発言ひどいで。俺思うけども、番組の人間とか、うん、出てる人間、演者としてこうやってツイッター見たりしたらこんなんあるわと思って、はいはいはい、スタッフに言うや、はいはい、言えやな俺思うけど、これやれよって、うん、それはもうね、だから有権者に対しての情報ですもんね、ある程度。そうやろ、はい、これを言えへんとか、うん、だからいかにテレビ出てタレントとか芸人とか、うん、お前らやれやって、うん、ほんで、いやそれやってくれへんね、はい、いやいやそれやったらもうな、自分で発信せえよ。結局は、な、そんなんが政治とか、世の中のこと語るなよ、もう。ほんま申し訳ないけど。なんやったら俺出してくれたら言うやん。ねえ。これ扱えよって。
うん、でカットされるかも分からへんけど、うん、言うやん、生やったら生で言うし、はい、そうですね、うん、だからもうね、これはまたしっかり、ただ選挙中になったらあのテレビとかではね、うんうん、そうですね、まあ平等にね、はい、取り扱わないと、平等、いや平等にねでもこれはきついで、いや本当にね、こういうの、このこの間のその生方議員の、はい、拉致問題、拉致被害者も死んでるって、うん、そんな全部あれやで、立民やのに、そうですね、そこなんで、それは何かって考えたら、うん、うん、あんのかなとか思ってまうやん、そうだね、何かが、うん、まあ、だから俺は代表の枝野さんに、はい、ここは一つしっかり、ね、自分のところの党員のね、これおかしいですよ、うん、思いますよ、ほんでましてやそのね、成功中に、手で首を絞めるとか、ほんで、サッカーの女の子の足を見に行くって言ったら、はい、あのこれ女性に対して偏見で差別でしょ、うん、そうですね、これはあのね、いつもそう多様性と言うてる立憲の女性の方々、うん、ね、ウイグル問題には一個も声を上げないのに、うん、これも声を上げない、うん、これいかに首かしげますよ、そうです、ね、ほんまに、うん、そんな方々があの他の政党の、書類ね、財務省から出てんねんから、もう読んだらもう分かんのに、うん、ほんで、法的にも処罰されへんのに、うん、まだ言うてるやん、黒塗りやじゃあ、あなたたちもっとひどいで、黒塗りどころがこんだけ出てんのに、はい、何もだんまり、うん、これこそおかしい、うん、しっかりやっていただきたい、うん、そして他の野党の方々もいやこれあかんねえって、ほんで与党の方々もこういうのをしっかり声に出して、だって政治家がこんなんこのやっぱネットとかツイッターとか見ない、そういう高齢者の方とかも いっぱいいてるじゃないですか、うん、だからね、そういうのね、本当にね、票なんかうまいこと言われたら票入れてまうね、そうそうそう、あれもありますね、だからこういうのをもうしっかり海を出して、しっかりした政治家をね、立候補していただいてやっていいかな、もうこんなも話なら、ね、まあ、びっくりするわ、成功中に相手の同意をね得て、紐で首を絞める、こういうこと成功中とかって書く本当にね、うん、ほんまに、ほんでこの参議院議員とか、党の名前ってその党の方々お前どの看板用してくれてんねんって見つけた時点で言うべきですよね、そこでね、うん、同じっていうか、ほんで有権者の方も、うん、この見てるやろ、フォロワーもいてんねやろ、結構な、まあね、そうですね、うん、ほんまにフォロワー8800人ですね、だからそういう方々、だからみんなそうなん、その人ら、うん、その人ら応援してんの、いや、ね、これは仲間内のノリやって言うんやったらここで出したらあかんで、うん、そうですね、LINE でやったらええやんな、自分らの本当そう、ね、俺はもう LINE って言うの知らねえけどな、うん、分かれへんけども、それでやっていただければええと思うねんけども、うん、こういうのがほんまにびっくりこぎます、うん、これ与党がやってたら、いやもう散々、うん、すぐ言うやろ、すぐ言う、もうあのね、拉致被害者のことなんて野党とかそんな維新とか言っててもすぐもうね、もうやめろやめろってなるじゃないですか、うん、絶対そやろ、もうそやで、あの野党でもな、そういう風な維新とかの方が何か言うたりしたらとか、あと、自民公明が言うたら、うん、なんであの飲み歩いてただけでブワーってなんねんから、うん、そうなんで、ね、怖い、だからもうこれは襟を正してください、ね、相手が変わる変われへんよりか自分らが変わって相手を変えてくださいよ、しっかり、ここはしっかり処分をしていただき、ね、あの拉致被害者の方々に無礼な発言をしたね、撤回したって、うん、これは撤回もできんし、この言葉もね、あのツイッターで謝罪するべきことでもないし、もう国会議員たる者は会見を開いてしっかり、
言って、で、自分の出所進退やったっけ、はい、は自ら決めて、まあ、やめていただければありがたいなと思う次第でございます。まあ、今日はこんな感じでありがとうございました。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。